お二人はプロテスト一次予選終わりましたけど、感想を聞きたいです。初めてだったんですけど。あ、初めてだったの今回テストの、はい、あ、そうなんだ。1回目で、うん、初めてなんか自分の心臓の時聞きました。やっぱ死にそうだったってこと。いや、死にそうってか、なんか1日目のティーショットなんかもうなんか普通にしてもバッバッバッみたいな聞こえて、あ、緊張してるみたいな。今までなんかあんま緊張ってないから、うん、なんか死なそうなのね、うん、えって思って来てるわみたいな。震えたりした？いや、それはない。それはないんだけど、自分の心臓音が聞こえました。へぇ、そんだけ ドキドキしてた。してたのかな。なんかテストの時ってなんか試合と雰囲気違うよね。なんか結構、そうか、試合は出てるけどテストはわけじゃなくて、なんかテストって結構なんかみんな結構ガチで来てるから、試合とかだったらおはようとか普通に話すけど、うん、もう普通に話すんですけど、結構なんか無駄話とかしないから。へー、そうなんだ。ないよね。ないんだ。お互い結構空気感もうライバルじゃないですか。まあ、そうだね。試合とかだったらもう一日でもうワンワンって終わっちゃうけど、うん、テストってもうなんか結構夢じゃないですか、みんな。そうか、びっくりしました。分からなかったね。すごいね、そんな世界なんだ。結構バチバチなんだ。バチバチってなんかこう、行くぞみたいな、みんなで行くぞみたいになってる。行くぞみたいになってるから、まあ別に悪いわけじゃないんですけど、なんかちょっと雰囲気が、まあ、こういう雰囲気なんだなみたいな。前日寝れた？あ、全然嘘、全然寝れました。行ったら、うってなったわけね。その行って、結構なんかパター練習場ら辺から結構ドキドキしてたんですよ。あ、やばい、もうすぐだみたいな。なんか前の組行ったら、次自分たちじゃないですか。やばいみたいになってって、なんかもうティーグラウンド立った時には、結構もうなんかバクバクしてました。試合の時って結構長く感じる？一緒に終わる？確かに。あ、テストの時ですか、うん、テストはもうなんか、結構いっぱいいっぱいだったから、自分が。うん、この計算とかもしないといけないし、距離計使えないから。そっか、エッジからいくつとか、こうグリーンセンターまでいくつとか、結構自分で計算補足もしないといけないし、時間かかりそうだね。かかるかな、結構なんか計算遅いしだから結構もう急いでやってたから、なんかあんまり余裕がなかったかも。なんか一瞬で終わっちゃいそう。いや、なんかハーフはめっちゃ長かったです。1日目のハーフは、え、まだみたいな、まだ8番みたいな、やっと最後みたいな感じでした。3日目はでも割と普通に、なんか最終日は結構、え、一次予選で3日間やんの？3日間で、何時まであんの？3あ、3時長いね、メンタル。長いね。え、一時はどこに行ったんだっけ？なんかちょっと伊豆浦です。福島県。あ、福島県まで行ったんだ。へえ、なんで福島にしたの？最初に本当は富岡、あ、伊豆浦行って富岡行こうとしたんですけど、伊豆浦連絡行った時に、あ、ここ行けそうみたいな感じで、あ、そうだ、もう伊豆浦でいいやみたいな感じで、もう富岡行かないで伊豆浦で決めちゃいました。相性が良かったんだ。なんかゴルフ場の雰囲気的な問題。ストレスないよね。広いです。でもある意味みんなバーディーらしいかなみたいな。あ、なるほど。だからスコア出せる人はいつらい。ああ、カメリアヒルズ的な。カメリアヒルズって結構難しくないですか？いや、なんか狭い。なんかそのデスプラの試合モンダミンカップってカメリアじゃん。いつもアンダーがすごいイメージなの。ああ、いつらはコース自体はすごい広いんですけど、うん、グリーンの目とか、うん、で海があるんですよ。海に向かってって大体言われるんですけど、なんか伊豆浦は海に向かってないところもあって、こう二段グリーンになってるところもあるんですけど、上の段はこっちから目が来てて、下の段もこっちから来てるみたいな。それタイさんだと難しいの？で、なんか連覧行って、うん、そういうのをいろいろ聞かないと。そうだね、体力がないと3日間戦えない。絶対そうだよね。そうだよね。3連勝もいいよ。で、そんな頭使ってやんでしょ。ねえ、めっちゃ寝る。めっちゃ寝れますね。もう疲れたら寝なるもんね。やったぜな。やったぜなるね。
そうか。でもめっちゃ楽しかったです、1時うん、すごいね。だから疲れたけど、うんうんうん、なんか楽しかった。楽しかった。へえ。1時は撮っておめでとうございます。じゃあ2時。あ、じゃあ飲んだらさ、やばそうじゃない。めっちゃ美味しい。めっちゃ味わって。味わって。おめでとうございます。届かない。味わって。味わって。味わって。美味しい。本当？おぉ。もう。金が。めっちゃ美味しいです。なんか白ワイン、焼かいの美味しいの多分。焼かのがいきます。これなんだ、うん、プチトマトがさ、ちっちゃい、すごいのよ。マイクロトマトですね。プチじゃないです。かわいい。マイクロです。モンさんは、私は、うん、タイちゃんです。ごめんなさい。タイちゃんは、はーい。ゴムロでした。なんかさ、たまにさ、でも本当に分かんなくなるんだけど、タイちゃんかモンちゃんか。いや、分かるわ。分かるけど、分かるんだけど。なんかね、卵と口が、そう、ちゃんとね、そう、パッて出てくるのに。私、富岡、うちの会場で言うじゃん。うんうんうん。じゃあ何回ぐらい受けてるの？私、2回目でした。あ、2回目なんだ。なんかもっと受けてるのかなと思ってた。うちは18歳からなので、受けれるのが。そうなんだ、年齢なんだね。卒業して、受けて、今回2回目受けてた。やっぱ、もうテストの前から寝れなくて。1週間ぐらい前からずっと。それでコンディションが変わるの大変だね。そうですよ。だから毎日ヘトヘトになるまで何かそれ辛いわってやってくれる。それもちょっとストレスになったんですけど、あんま気にしてない。でも逆にテストは疲れすぎて頭とかも疲れて逆に寝れました。だから富岡とかってさ、なんか関東のさ、結構なんか人出そうじゃん。なんか逆に強い人多そう。そんなことない。関東、あ、でも、いつらも関東なのね。うちの関東地区はいつらと富岡っていうのがあって、でもいつら関西の人とかも結構来てたでしょ。いつらめっちゃ人気でした。あ、そうなんだ。いつらだって一番多かったよね。うん、溢れちゃってた。あ、そうなんだ。富岡って難しいだって。富岡も難しいですね。グリーンちっちゃいから。あー、ちっちゃい。性格性的な。うん、そうですね。曲げない人は強い。そのゴルフ場選びも、大事だね。通るためにはどこでも行きますね。中級予選は1回しか出れないの？そうです。もう勝ち上がりというか、落ちたら終わり。ダメなんだ。最初落ちちゃったんで、今回。ああ、そうなんだ。また次です。次はいつなの？来年？あの、今やってたのが去年の分なんですよ。コロナで延期になったから。そうなんだ。今年もう一回秋に。いつ？いいね。今年もう一回チャンス。あ、そうなんだ。そうなんですよ。なんかでもそれぐらいさ、スパンがさ。そう、その方がでも試合感とかも。そうだよね。まあね、1年に1回ってなると本当になんか、ちょっとなんかきついね。だって本当だったら1年に1回ですね。そうなんだね。1年に2回欲しいね。うん、1年に2回ぐらい欲しいよね。1回ってなんか気持ちがちょっときついね。また1年かってなる。それでも会場決まってる？また一緒なんですよ。あ、また一緒なんですよ。いつ？一番早いとこで8月。あ、結構そうだね。すんだね。8月とか暑そうだね。ね、夏やばい。夏で3日間2時、3時は4日間なの。大丈夫ですか？それいいのか。ともみさん大丈夫ですか？ともみさん、やばいっす。やばい。でも、ネームです。すごいっすね。いや、今何杯ですか？いっぱいね。これはさ、赤2杯目？赤2杯目かな。ちょっともう杯数とかじゃないから、1本、2本で。もう分かんないけど。なんか弱いふりした。なんか飲めないみたいな。ちょっとやってみてよ。ちょっと大丈夫？え？ちょっと考えな。桃ちゃん顔で。真面目やばないで。え、でもうまくなかった。
った。いや全然。はなちゃんの顔。絶対飲めるやろみたいな感じ。高すぎて。でもそれが嘘っぽいもんなんか。はなちゃんの。何何何。何何こじっちゃって。それはいいボイス。ミスターボイス。ウィスパー。初めて飲みに行った時が、あね、初めて飲みに行ったっていうか、初めて会って初めて飲みに行った時があるの、うん、そう、しかも SNS で出会ったもん。え、ここの出会いが SNS SNS なの。へえー、そうなんだ。まだインスタグラムが流行り始めたぐらいの時に、ゴルフ女子全然いない。そう、うん、まだハッシュタグゴルフ女子なんてできてなかったね、多分の時はね。その時に私は結構早めに始めてたっていうのがあって、うん、フォロワー多かったんだよね。そう、多かった。そうで、ゆっこがそれを見てて、私ゴルフ始めたてで、なんかインスタグラムでゴルフが上手い一般の女の子を色探してて、でそこにジュンがいて、うん、あ、この子めっちゃ上手いと思ってフォローして、そうで、フェイスブック、まだフェイスブックだったのよ。そう、どちらかというと流行ってるのはね。でインスタグラムでまずジュンをフォローして、でフェイスブックに、まあ、連動してんじゃん、うんうん、でフェイスブックでお友達カモンにジュンが出てきて、うん、誰だっけこの子、あ、私インスタでフォローしてる子だと思って、まあ普通に、まあ、いつも通り、ね、あの友達申請してポンってきて、うん、そう、うん、で、え、何この可愛い子、私可愛い。なんかその時女の子集めて練習会とかちょっとやるの好きだったのね、うん、そういうのやってたんだけど、え、でもこの女の子会ったことないのみたいな、うん、めっちゃ可愛いじゃん。で、私もインスタのおすすめかなんか出てきてか、フォローされてみたか分かんないけど、うん、ゆっこの動画見せたの、あの子だみたいな、うん、怪しいなえ、だってなんかさ、綺麗可愛すぎるから写真ね、うん、で、うん、足は細いし、うん、なんかお腹とか出しながらこうやってやってるわけ。やってたよ。やってたやってた。足も出してショーパンでやってるわけ。何この子みたいな。可愛いと思って待ったことないだろうけど、なんかいいなって思ってメッセージ送ったの。インスタの。じゃあ、フェイスブックの。フェイスブックの。で、どっかで会ったことありましたっけって。送ったら、ありませんって書いてあありません、あのインスタグラムでフォローさせてもらってるん で、 そう、で、あのフェイスブックも友達申請をさせていただきました、そう、みたいな感じになって、へー、ですごい。じゃあ今度、意外と丁寧に来るやんみたいな、このギャルみたいな、うん、あれみたいな、ちゃんとした子なんだなと思って、うん、なんかじゃあ今度、機会あったら一緒になんか行きましょうよみたいな、なんかまずはなんか、うん、まあ、そういうのやってるからみたいな話して、うんうん、じゃあ飲みに行きましょうみたいな、そうだね、なって、そこで、そうで、いきなりね、2人で中目黒の日本酒のバーに行って、ベロベロ何個飲んだの、多分一緒に以上多分飲んでるよね、絶対。すごい、日本酒をご飯メインでも日本酒メインのお店だったから、そうだね、カモ鍋ね、そうそう、そうね、ちょっと最近ですか。いや、だからそれがもう4年ぐらい前、ゴルフ始まってたから5年ぐらい前、5年ぐらい前か、うん、リンゴよりも前だから、そうだよ、ゆっこと私は、うん、ね、そう、うん、初めてのゴルフする女の子の友達、そうだね、すごい。でそっからも仲良くなって、うん、今も5年ぐらい一緒に遊んだりとか、うん、飲み行ったりとか、うん、ゴルフ行ったりしてる、うん、で今は一緒に仕事しててみたいな、うんうん、その SNS のゆっこのFacebook の友達申請から始まってる。そう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 だよ。でもゴルフじゃなかったら会ってないからね。そう、いや私もだからね、ゴルフしない、ゴルフじゃなかったら会ってないもん、確かに、うん、ゴルフだから、そう、ゴルフしなかったら今度はさ2120の子たちとさ会えないよ、会えないよでうちらもだよねこんな長時間一緒にいないよね、いない、ありえない、ありえない、だって朝からいる、うん、そうだよ、確かに仲良すぎだな、うん、本当に12個ある離れて仲いいとか、ね、初めての出会いがいいさ、あれ、あ、私たち、うん、試合ででもなんとなくて知ってていいの、それこそリンゴじゃね、初めて知らなかった、そうなんだ、リンゴだろ、うん、
か、それまで全然仲良くなかったです、うん、仲良くないとか喋んなかったよね、喋んなかった、存在は認識してるみたいな、なんかお互い通信、なんかあんま通信ってないじゃないですか、うん、通信高校、あ、高校一緒の、いや違うんです、あ違う、通信の高校に、だから通信で結構目立ってたよね、うん、そうだね、目立つね、通信高校って、なんか通信のがやっぱゴルフできるじゃないですか、あ時間が、あそういうことね、でなんか学校が有名なんですよね、あ通信ね、こっちもですよ、なんかお互い、うん、お互いだよね、だから何高校なんだみたいな、そこの通信なんだみたいなので知ってたってこと、うん、お互い知ってるだけです、別にでも一緒にラウンドすることもなく、全然試合も一緒になってないもんね、うん、挨拶すらしたんだもん、でなんか初めて鳴沢は鳴沢の時になんかちょっと、うん、懐かしい、ちょっと話してリングルホープ、うん、それはもっと前、リングルより前なんですけど、あ関係ない、試合ね、試合で別々だったけど、なんか一緒にも回ってないんですけど、うん、なんかもう喋ったんですよ、なんかちょっとポンってあった、多分共通の友達がいたかもしれない、で話して話しただけだよね、それとっきりでした、それだけで、その次がリングルだ、リングルはどうやってキャスティングされたの、カイト君、あ、そう、カイト君、カイト君経由でか、ハッピーバースデー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアホノちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、いけます、どうぞ、いいですか、かわいい、イエーイ、ありがとうございます、21になります。シングルほのみでございます、21歳の抱負聞いとく、うん、聞いとこう決めてない21歳からね、どうしたい、なんかほのちゃんあれだね、酔うとほんとちょっと、あ、かわいい、うん、ほわっとするね、いや、そうなんです、いい感じよ、ほらほらほら、何か目標とかあったり、あったりしますか、する、まずは、プロテスト合格し、です。そうだね。そうだね。それは間違いない。それは間違いないね。あと、一日一日を無駄にしたくないよ。はぁ、それはね。しみるよ、心に。しみるね。こちらとて。とて。昼まで寝てるとか言ってらんないよな。私もないから。裏切んな、いつでも寝れるとか言って、ないよ、寝る、もう何にもなかったら寝るわ、嘘でしょ、寝る、そうでしょ、ゆっこもね、相談されやすいよ、めっちゃ、うん、仕事の質問あるかも、うん、ね、多いよね、うん、いや、本当に本当に、ゆっこって嫌な顔しないから、うん、マジで、そう本当に嫌な顔しないからね、でも全部すぐリンクルそれはしょうがなくない、あーうん、あ、紹介しますわって、うん、ありがたいですよ、ゆうこさんに仕事で、いい関係、うん、でもなんかさ、いいでしょ、男女ともに思うのが、うん、お互いなんか利益を求めたら絶対深い関係だね、そうね、そうね、お互いね、男女ともに、男でも女でも、まあ、自分がこうやってやってあげてんだからこういうことしてほしいなとか、そうなんかね、と思ったら終わっちゃう、確かに、うん、2人からしてるとか、これね、義務の精神って言うんですよ、そう本当そうだと思う、与えれば与えるほど返ってくるっていう、ね、思っちゃったら、まあね、思っちゃったらいけないんだけど、うん、なんかこう与えれば、まあ、返ってくるっていうのは後からそのいつになるか分かんないけど、うん、とにかく与え続けるっていうのがいいって言われてて、うん、そのうち、あ、なんかやってくれたからしてあげなきゃって言ったらみんな思う、うん、そう、うん、とにかくギブをすると仕事が入ってくるとか、うん、なんかしてもなんかこう良くなるって言われてるんだよね、うん、基本はなんかテイクって言ってね、うん、こうこの人からこう取ってやろうとか、うん、そうしてるとどん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 回らなくなってるっていう、そうそう、自分からもそう、まあ今後そういう人たちにも会ってくだろうから、絶対会うと思う、まあ、今もあるかもしれないけど、うん、もっと
大人になってくると、そうあからさまになってくるんで。へぇ、いいですね。そうそうそう、なんか勝手になんか、なんか音がましいって、うん、え、本当ですか、ね、これやったことないの。音がましいじゃない、音きせがましい。そうそうそう、あ、や、略した音がましい、略した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 。じゃあもうご飯もね、終わったんですけど、はい、今日のこの湯ヶ島ゴルフクラブ、うん、そしてこのホテル、はい、うん、まあ一旦、まあ、まだ寝てないからね、ホテルのなんつあれだけど、ゴルフ場と、まあ、ご飯、うん、感想を聞きたいなと思うんですけど、うん、まあ、まずゴルフ場どうでしたか。でも僕らは北海道っぽいよねって言って、そう、ね、鹿もいたしね、鹿が北海道にそんなガチな鹿っていうか、うんうん、大きかったよね、お尻がね、白かった、白くて、丸くてプリッとしていて、なんか雰囲気的に北海道っぽいねって話をしたの、うん、景色もね、そう、良いし、そう、ね、そう、そうね、なんかこう、結構そのなんか関東っていうか、特にこっち西側の、うん、なんかの静岡とか神奈川ってちょっと狭いのが多いと思うけど、割と広い。そうだね、そう、狭すぎなかったね、広かったと思う、うん、し、全部 OB じゃなくて、うん、OB だけでワンペもあって、うん、なんか、うん、ワンペってちょっと救われるじゃん、うん、気持ちで、ちょっと OB してたけどな、はい、そう、はい、でもなんか狭すぎず、たったのなんかその広さもあって、うん、割となんかそういうなんかプレッシャー、うん、リゾートのプレッシャーは低いのかなと思って。確かに回りやすい感じはあったかな、うんうんうん、あの旅行とか本当にエンジョイで、うんうん、なんか友達とか彼氏、うん、彼女カップルで来てワイワイこうできるような、うんね、こう、うん、簡単すぎず難しすぎず、すごいこうゆったりゴルフできるっていうイメージだったかな。ね、北海道雰囲気あったね。北海道北海道っぽい雰囲気あったね。ありました。グリーンも結構難しいから。難しいよ。なんか めっちゃ早いわけじゃないじゃん。うん。なんだけど。けど、ああ入んない。入んないみたいな。ああ入んないが。あのなんだろう、どっち曲がるかなっていう。うん、そう。あの会話私結構好きかも。ね。いや、ね、よかったよね。そう、どっちどっちかも、よかったよね、うん、あれ楽しかった、決定打がないっていうか、100% で言えない感じ、グリーンが読みづらかったー、ゲーム性のある感じだよね、うん、コースがなかなか入れさせてくれない、それそう、うん、だけどあのグリーンまでは結構早く行くんね、うんうん、そうですね、そう、確かになんか難しくないけど、うん、グリーンでちょっと考えて、ああじゃないこうじゃないとか言えるっていう、うん、いいよね。夜ご飯はどうでしたか。ちょっとなんかこうお泊まりでさ、なかなかこういうコースってないと思うんだけど、うん、ないな、なんかゴルフ場でこういうがっつりフレンチ系ってあんまないよね。ないまずお部屋が素敵、ね、空間が素敵、うん、写真撮ったらさ映えるのよ、間違いない、ね、これ女子会とかは最高だね、うん、女の子でお泊まりで行ったらすごく楽しい、うん、でもちろんその、ね、カップルでもいいんだけど、なんかもう同性、そうだね、女の子で来た方がもっと楽しいと思う、そうだね、まあ、男性は男性で、うん、そう、確かに確かにね、なんか絶対面白い、ワイワイ系で、ね、そう、ワイワイ系結構盛りだくさんよね、女子が喜ぶ、そう、なんかお料理もだし、あとのお部屋のあの何つの、うん、アフタヌーンティーあれめっちゃテンション上がるね、あとランチのさ、うん、女子小鉢がいっぱいみたいな、そうだね、サラダもあったしね、そうだね、サラダもあったしね、結構盛りだくさん、イベントたっぷりな、イベントたっぷり宿泊できるゴルフ場みたいな、ね、またこのメンバーで来たいですね、あ、ほんと？ほんと？じゃあ次回いつ招待してくれるか、ちょっと交渉しないといけません、はい、辰年会辰年会、辰年会、やばい、全員辰年ですから、そう、それがすごい、ね、それすごいですよね、うん、じゃあ一旦さ、動画を閉めようかな、はい、はい、ということで今回撮影のご協力をいただいた湯ヶ島ゴルフクラブさん、はい、そしてホテル、うん、ホテル様、うん、はい、本
本当にありがとうございます。ありがとうございました。勝負とかしたけど、うん、ほぼ普通に遊んじゃってた感じ。楽しかった。楽しかった、ね、まだ終わってない、ね、まだ終わってないね。お部屋にちょっとまだそう、お部屋にまだアフタヌーンワインがアフタヌーンワインがあって、用意されちゃって、はい、一旦ね、あのお食事は締めたいと思います。はい、はい、ごちそうさまでした。楽しかった。猫踏んじゃった猫踏んじゃった猫踏んだ踏んだ猫踏んじゃった猫踏んじゃったやめろ猫踏んじゃったチャ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 今の顔ぜちょ取れてんのかな、わかんないもん、早すぎてわからん。取ったとこで使えないし。使うよ。これも。皆さんご視聴いただきありがとうございます。はい、せーの。皆さんご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、いいね、お待ちしてまーす。ちゃんとできてる。ちゃんとやってんな。YouTuber だな。YouTuber。ちゃんとやってんね。はい。ちゃんとやってんね。ちゃんとやってんね。できるよ。はい。